毎日ポジメ、はい、ポジメキ19年スーパーポジティブリーチャー福でございます。さあ今日のお話なんですけども、今日ですね、神戸大学の教授を務められて83歳までですね、生きた森信蔵さんという方がいらっしゃるんですよ。この方ですね、すごく教育者として、有名な方で、まあ、この方がですね言ってる名言がありまして、その名言ですね、ある本を読んでて出てきたんですけども、すごくね僕は心に響いたので、その名言のお話を今日はしようかなと思います。結論から言うとですね、その名言は、足元のゴミを拾えない人に何ができようかという言葉なんです。目の前にゴミがあって、それを拾えない人間が大きな目標や何かを成し遂げることなんかできるわけがない。まず目の前の足元のゴミを拾うところから始める謙虚な人間です。でないと目標目的なんていうのは達成することなんて叶うわけがないんだという話なんですよ。いくらね大層なこと言ってね、いや僕はこの世の中を変えるんだ、日本を変えるんだ、多くの人を笑顔にするんだって言った人間が目の前のゴミを通りすがるような、そんな人間であれば、そんな言葉に信憑性もなければ力もなければ、そんな人間が世の中を変えることなんてできない。まずは目の前に落ちてるゴミを拾うところから始められる人から、そういう謙虚な人が目標や大きなことを成し遂げることができるんだというですね、すごくねおっしゃる通り、世の中にはね言葉だけは素晴らしくね、いろんな人をね、鼓舞するような言葉を言う人もいます。じゃあ実際裏の顔は、目の前のゴミすらもね拾えないようなもし人なのであれば、それはその人の言葉というのは誰も響かない。結局そういう裏の顔というのが今どんどんね表に出てくるような時代です。だからこそ目の前のあるゴミは拾う、簡単なこと、そういうことからまず始める。足元にいろんなものが詰まってる、そういう謙虚な姿勢でね生きていくこと、とってもね森信蔵さんのね言葉すごく響きました。僕もゴミ拾いというのをやっております。毎日やってます。今ですね760日ぐらいやってます。はい、それで学んだこと、それで感じたこと、それで少しだけ謙虚になれたこと、すごく多くあります。だからこそ僕はこれからもねゴミを拾っていきたいなと思います。もちろん急いでて、まああと何分まで行かないとって時に目の前にあるゴミを拾うか拾わないか、これは拾わない時ももちろんあります。スルーしてしまうこともね、ただトータルで毎日5個以上は必ず拾うというのは僕の中のもう命の鉄則としてね、まあ、これからも何歳になってもねこれだけはやっていこうと、そういうふうに思える。目の前のゴミあなたは拾えてますか？ということで今日は以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。